スノーマンの渡辺翔太31が22日日本テレビででー月金曜前9.00に VTR でメンバーの中の良さが伝わるエピソードを露した番組インタビューの中で渡辺は僕の属するスノーマンにはメンバー9人全員が入ったグループメールがあるのですが他にもある理由でメンバー数人だけのグループメールを作っていつその理由とは 一体何でしょうかとい、クイズを出題した。答えは、誕生日のメンバー1を除いて、プレゼントの相談をするため、会話、やるとバレるから、グループを作ろうってな、って、誰かが作り始めて、だから今すごくグループの数が多くてと語った。仲の良さが垣間見え、エピソードに、スタジオからは、素敵という声、多数上がっていた。